こんにちは、とうがらし TV の動画を見ていただきましてありがとうございます。今回は富山県富山市に来ておりまして、富山というとブラックラーメンというのが有名のようでございまして、前日 YouTube でライブ配信をしている時にコメントでいろいろと情報を教えていただきましたお店、こちらの大輝さんに来てみました。歴史があるんだろうなという外観のお店になっております。それでは行ってみたいと思います。注文は券売機で食券を買うスタイルになっております。メニューはこういった感じになっておりまして、中華そばが3種類のサイズになっております。生卵をトッピングしたりご飯を一緒に食べる方が多いようですので、中華そばと生卵を頼みました。店内はこういった感じになっておりまして、両サイドにカウンターが並んでおります。有名人の方のサインなども飾っておりました。食べ方が書いておりまして、こちらが出てきた富山ブラックラーメンです。見ていただきましょう。チャーシュー、ネギ、メンマがたっぷりと乗っておりまして、トッピングした生卵、スープを見ていただきましょう。透き通った黒い麺、その中に麺が入っております。さあ食べていきたいと思います。まずはスープからいただいていきましょう。これは濃いめで美味しかったです。続いて麺も食べていきましょう。中太のストレート麺といった感じの麺でした。これに黒いスープがよく絡んでおります。さあいただきます。いやー美味しかったです。これ編集しててもまた食べたくなってきます。でチャーシューがね、これチャーシュー麺とかではないんですけども、いっぱい入っているという感じでですね、肉好きにはたまらないです。これも美味しかった。グッドポーズ。続いてメンマ。このメンマは味を濃く作られていて、黒ラーメンの味の濃さにも負けません。本当にお肉もいっぱい入ってて、麺をもう一度見てみましょう。こういった感じでございます。さあ画面に映りますように、丼を回しまして、食べ方のところに混ぜて食べるというふうに書いておったんですが、まずは少し卵を絡めて麺を食べていきたいと思います。卵でまろやかさが出た麺、それにスープを飲んでいきたいと思います。チャーシューがいっぱい入っているから、このタイミングでもチャーシューが食べられるという嬉しさ。私が座った席の目の前には食べ方が書いてありまして、よくラーメンを全部混ぜて食べるのがいいというふうに書いておりましたので、混ぜて食べていきたいと思います。混ぜて食べると全ての味が一口で入ってきて、このラーメン全体が楽しめるという感じでございます。これに生卵のまろやかさも絡んで、本当に美味しいチャーシューもまだありまして、この後食べ続けました。スープが本当に美味しかった。どうもごちそうさまでした。グッドポーズ。めちゃくちゃうまかったです。最後はお水を飲んで終わりたいと思います。どうもごちそうさまでした。はい、どうもごちそうさまでございました。めちゃくちゃ美味しかったです。いやー本当に黒いラーメンの中にですね、もう味の濃いスープ、それに麺とチャーシューが すごいいっぱい入ってますよね。チャーシューとあと味の濃いメンマが入っていて、ネギも入っていたんですけど、で私の食べてる目の前にですね、食べ方が書いてありまして、そこに混ぜて食べるというふうに書いてありましたので、混ぜて食べました。混ぜて食べたら本当に一口の一回すすったところにいろんなチャーシューだとかメンマだとか、その味の濃さがね混ざって入ってきて美味しかったですね。で卵があって、あの卵が本当に味の濃さをまろやかにさせてくれてという感じでした。全部が一つに組み合わさってすごいいい料理だなというふうに思いました。これは美味しかったです。また富山来た時は食べたいと思います。ありがとうございました。グッドポーズ。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それから高評価もしていただけると嬉しいです。ありがとうございました。